1911以来ですね、私ども国会議員でもアメリカへ行くと、パンツの中までは調べられませんけれども、靴の中は調べられますよね。さあ、本当に悲しいことだとは思います。私の友人の友人がアルカイダのですね、2、3年前は何度も日本に来ていたようです。で、毎回いろんなパスポートでいろんなひげで、わからないらしいですね。毎日大勢の外国なんか見えるんで、私は彼の友人の友人ですけども、バリ島の中心部は爆発するから近づかないようにというアドバイスを受け取りました。私はそういう方がしょっちゅう日本に平気で入ってこれるっていうのは、やはり安全上好ましくないので、これで一度指紋を取っていただくと、顔写真の方はいろいろ変形した変装があるでしょうけども、一回取っていただくと、これは記入できますもんですから、またアメリカから他の国もあるかな、いろんなお互い その情報でですね、そういうテロリスト、あるいはその関連の方々の入国をチェックする必要性は、残念ながら今の日本にはまだあると思います。私も外国へよく行きますが、裏口から入れてくれる国もありますけども、実際すごく時間がかかる場合もある。で、これは東南アジアなんかでよくあるわけですが、決して嬉しいことではない。だから日本の国も外国から来たお客様を20分以内で入国審査を通っていただく、イミグレーションを通っていただくという方針でやってきている。で、今度それにこの指紋、顔写真、同時ですけど、これ一緒にやれば一瞬で両方ですけど、そのことによって一つ混乱をして渋滞をして時間が長くかかるということがないように、それをやっても20分以内に収まるように努力をしていきたいと思って、入管職員の充実も図りたいと思っておりますけども、財務大臣が何とおっしゃるか分かりません。どうもありがとうございました。